防衛省がレールガンの開発を本格化したらしいぞ。本当に？ああ、予算も計上されて、レールガンが現実のものとなりつつあるんだ。早く開発してほしいわ。ということで今回は、防衛省がレールガンの開発を本格化、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。日本は平成29年度から予算案の概算要求に盛り込んでいたレールガンの開発を、ついに来年度から本格化させるようなんだ。ついに開発が開始されるのね。ああ、この開発は告知なしで発射されるミサイルやそのミサイル迎撃に備えての切り札として期待されているんだな。むしろ予告して撃ってきたら不気味だけどね。いや、そうでもないぞ。C 国や北朝鮮なんかは、予告して撃つことがあるからな。確かにそうかも。政府は来年度予算案にレールガン開発として65億円を計上することを決めたようで、電源開発費や光熱耐性に優れたレールの開発費も上乗せした上で計画を進めていくようなんだ。どれくらいかかりそうなの？5年後の試験運用を目標に開発を行っていくらしいぜ。5年後か。そして、日本より先20年ほど前からレールガン開発に力を入れている米軍は、艦艇に搭載することを目標に試験運用等を進めてきたんだ。そういえば、アメリカがレールガンって最初に言い出したのよね。ああ、だが、2022会計年度には予算計上を断念したんだぜ。どうして？どうやら、理由は陸上での試験運用は成功していたものの、艦艇に搭載するまでに至らなかったかららしい。ほほう、レールガン自体はそれほど大きいものじゃないが、複数のレールガンを用いた一斉射撃を実現させるとなると膨大な電力が必要になる。アメリカって壮大ね。確かにとんでもない攻撃方法だな。そして、艦艇に搭載するとなるとかなりの小型化が必須になってくるわけなんだ。それでどれくらい電力を使うのよ？単純計算で、一般家庭数千世帯の年間消費電力に匹敵するほどの電源を使うことになるんだぜ。嘘でしょ？だから、搭載するには改めてかなりの資金を電源装置開発に捻出するしかないんだな。いくらアメリカでもそんなにお金がかかるんじゃねえ。だが、その電源装置の開発について米軍より頭一つ抜きん出ているのが日本だ。日本の方がすごいの？ああ、日本の現在の開発段階ではレールガンの威力は米軍に及ばないものの、電源装置に関しては米軍より優位であるんだな。さすが日本だわ。そして米軍はこの予算計上の断念を機に、レールガンの開発プログラムを停止するといった決断をしたんだ。うんうん。その後、貴重な人材を極超音速兵器などの開発プログラムに回せるようになったとの声明を発表したものの、レールガン開発は確実に終わりに向かっているようなんだぜ。アメリカちゃんにしては意外と根性がなかったわね。米軍が開発を始めた10年前はミサイルといっても簡単な軌道で落下してくるものであったため、落下に合わせてレールガンを発射させるといった想定のもと研究が行われていたんだ。うん。しかし、隣国ロシアで開発されているものは変則軌道型のミサイルであり、そのミサイルに標準を合わせて命中させるのは至難の業だと判明する。新たな課題が発覚したわけね。ああ、そのため開発断念になってしまったんだろう。だが、その一方で65億円の予算を準備し、開発に力を入れているのが日本だ。おお、その開発の裏には、戦闘になってしまった際の局面を、一気にガラッと変化させるゲームチェンジャーとしての役割があるんだな。その機体をレールガンに乗せているのね。ああ、しかし、前述したようにミサイルには目標地点に到達する機能だけでなく、変則軌道型のミサイルも多い。うんうん、中には着弾前にさらに変則軌道するものもあり、直進しかできないレールガンの効果は限定的であるとされているんだな。結局レールガンっているの？いらないの？間違いなくいるんだが、北朝鮮のように日本のレールガン開発を聞きつけ、より一層変動ミサイルの開発に尽力する輩もいるんだぜ。今後も隣国には注意が必要ね。それでは、レールガンとは何かについてもう少し深く掘り下げるぜ。お願いね。一般的にガンとついているもので思い浮かべると、拳銃や小銃などの銃が出てくるよな。私は座薬が思い浮かぶけど、座薬を銃に使うのは非常に特殊だから無視するが、いずれも装薬という火薬のようなものを燃焼させてガスを作り出し、そのガスのエネルギーを利用して弾を撃ち出すものなんだ。ほほう。しかし、レールガンは構造が違う。どう違うの？まず、レールガンは電車などと同じように2本の等間隔のレールの中心に弾を接触させるように置き、レールに大電力を流して使用するんだ。つまりどういうことだってばよ？まあ、簡単に言えば2本のレールの中心に弾を置いてそれを電気ショックで飛ばすようなものだな。同じじゃないか。この電流を流し込むというのがミソで、それにより大きな磁場が発生し、その磁場のエネルギーによって弾を飛ばすことができるわけなんだ。
ふむふむ。そのため、拳銃や小銃などとは違い火薬を必要とせず、導電性のある弾であれば飛ばすことができる。ということは弾も無限なのね。そんな感じだな。それに加え流す電力を変えるだけで威力が増す。といった点が大きく買われて様々な国の戦闘能力の最前線に出てくる武器でもあるんだ。これだけ優秀だもの。ああ、装薬を必要とする武器よりも威力が強いため、接近戦では拳銃や小銃が使われるが、距離のある攻撃にはレールガンが多く使用されると考えられるんだぜ。でもなぜ、日本はこのレールガンに力を入れているの？それは日本が戦闘力を求めているからなんだ。日本が戦闘力を求めている？ああ、詳しく説明していくぜ。日本は、憲法第9条にて武力行使の撤廃、紛争や戦争に一切加担しないことを掲げている国だ。美しいことよね。だが、その美しさの裏には、戦うことができないという困った実情もある。確かに、そのため、防御力に特化した国と言えるんだな。今までアメリカの後ろ盾もあり、他国から攻撃されることがなく安定していたわけだ。うんうん。ところが、1993年になると北朝鮮からのミサイル攻撃を受けるようになる。キムちゃんの登場よね。ああ、ミサイル攻撃は現在までで少なくとも7回は確認済みであり、その中には発射予告のないものまであるんだ。危険だわ。2017年ではミサイル発射に伴い J アラートが鳴ったことで、日本が大きく関心を持ったのも記憶に新しいはずだぜ。あの音怖いわよね。このミサイル発射を受けてか、日本政府は平成29年度予算案の概算要求にレールガンの開発関連経費を盛り込むことを決定したんだ。これが理由だったのね。その後開発が進み、防衛省が開発したレールガンの試作では、秒速2000メートルの高速度を実現したんだな。おお、レールガンの開発20年もの時間を費やしてきた米国は、200キロの長射程射撃が可能だと言っている。じゃあ、レールガン一択じゃないの。しかも、アメリカではその他の迎撃手段よりも明らかに低価格で準備できる上、軽量化や高速化が可能であるとの意見も多いんだ。それなのに開発を放棄しちゃうなんてね。そうだな。米軍の開発目標は初速秒速2500メートル、高度は宇宙に到達するであろう150キロメートル、射程範囲は370キロメートルなんだぜ。すごい性能だわ。しかも、現段階での開発結果を見てわかる通り、米軍は目標まであと一歩まで来てたんだ。なぜ、アメリカが開発をやめたかちょっと気になるわ。確かに気になるな。さて、日本は複数のミサイル攻撃を受けて2021年9月13日には、岸田文雄前政調会長が外交安全保障政策について記者会見を開くことになったんだ。うんうん。その記者会見で、発射されたミサイルを相手国領域内で阻止する力、敵基地攻撃能力の保有について自国を守るためには有力な選択肢だと発言したんだな。かっこいい。このことからも、ミサイル迎撃への近道としてレールガンの本格開発を進めたと思われるんだぜ。そのようね。時を同じくして、現在海上でも F-35B を搭載して空母艦への改装を進める動きが見られている。出雲とかがね。ああ、コロナが全世界で流行している今、世界の均衡は大きく変化しており、軍事力についても状況が読めないほどにかなり変動しているんだ。うんうん、戦後の憲法に掲げているような内容が、今の社会情勢では通用しないことを知るべきかもしれないんだぜ。日本は今後、より一層軍事力や戦闘力を強化することで自国の防衛を行う必要があるのね。まさに今、日本は変遷を迎えようとしているのかもしれないな。海上自衛隊の次世代最強護衛艦を知っているか？もちろん知っているわ。ガンダム TR-1 のことでしょ？随分マニアックなのが出てきたがもちろん違う。海上自衛隊の次世代最強護衛艦は、最上型で、続々就役中なんだぜ。これは気になるわね。ということで今回は、海上自衛隊次世代最強護衛艦最上型を次々就役へ、ステルス化された艦も少人数運用化、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、海上自衛隊の最強護衛艦、最上型が就役するのには、現在、日本の軍事的に置かれている状況が決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っていく必要があるからなんだぜ。うんうん、まずミサイル防衛の見直しが必要だと考えられるんだが、すぐに対応できる能力が現在はないんだな。それじゃどうするのよ？北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、C 国においては日本全土に数千発叩き込めるだけの、ミサイルを保有していると言われている状況だから、何か対応策を考えないとだ。そうよね。
だからこそ、新しい潜水艦や護衛艦の開発を進めているんだぜ。海上自衛隊では、かねてから GE 近海沿岸海域の防備を担う護衛艦アブクマ型6隻の、基準排水量3000トン級護衛艦建造を計画してきたんだぜ。ふむふむ、さらに多様な任務に対応可能なコンパクトな護衛艦として、FFM という新しい艦式号が付けられた最上型6隻を建造することが決定しているんだ。なんだか、6隻って数字が好きね。どうせなら60隻くらい欲しいところだが、一番艦最上は三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益しているんだぜ。というか、FFM って何なのよ？ FFM という艦式号は、FF がフリゲート、対潜防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾頭の護衛を任務とする艦、M 型機能機雷マインの頭文字を合わせたものなんだ。なんだ、FF の新作かと思ったわ。この海上自衛隊が、フリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備された、クス型護衛艦が除籍となった、1972年3月以来の50年ぶりのことなんだぜ。すごく歴史的なことなのね。そういうことだ。最上型は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートルで、全幅 16.3 メートルに喫水 9.0 メートルのコンパクトな艦体が特徴だ。ほほう。さらに、燃費の良い CODAG 方式の機関が採用されていて、7万馬力の主力で最大速力30ノットを発揮する性能を持つんだぜ。これは強いわね。しかも、その建造費は1隻あたり460億円とされ通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされているんだな。1億艦注文したわ。そして、外観上の大きな特徴としては、メインマストと設置機材等をフルカバーする、ステルスマストが採用されていることなんだぜ。なんじゃそりゃ？これは近年諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦用に個性がなくなるなどとして軍艦マニアなどの間では評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きいんだな。まあ、個性より性能ですから。さらに、艦体全体がレーダー反射断面積 RCS の低減を意識したステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦体と上部構造には傾斜角があり、前甲板から続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いているんだぜ。ふむふむ。また、上甲板における配置はこれまでの護衛艦と比べてかなりの変更が見られるんだ。どんな変更点があるのよ？これまでは、前甲板に設置されていた東洋病関連の機器偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上甲板の通路がないんだな。それで、どんな武器を積んでるの？搭載される兵装には62口径5インチ砲1門、RWS12.7mm 機関12機、シーラム近接防空ミサイル RIM116 1機、17式 SSM 艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に加えて、ミサイル垂直発射装置マーク、41VLS16 セル1機の搭載も予定されているんだぜ。相変わらず日本の護衛艦は強そうだわ。この、最上型の特徴としては大気戦能力が付与されたことにあるからな。近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したために、掃海部隊の規模を縮小してはいるんだぜ。でも、C 国とかがまた暴れてるじゃない？ああ、だから、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして大機雷能力が付与されているんだぜ。抜け目ないわね。最上型には大機雷戦ソナーシステム OQQ11 が搭載される他にも、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用が可能とされ、USV は UUV や護衛艦との間で情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海部の曳航などもできるんだ。UUV?UUV は自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の略で、自立で駆動と制御を行うためこれまでより、広範囲の捜索が可能となっているんだぜ。機械も自分で考える時代か。さらに、サイドスキャンソナーに高周波低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型ステルス化した機雷を探知し、低周波によって泥質海底に埋没した機雷を探知することができるとされているんだな。うんうん。そして、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム艦船維持管理システム、艦内外通信システム指揮統制システム各種武器システムなどの、オープンアーキテクチャ OA 化が進められてるんだぜ。これはすごいわ。そして、最上型では小人員化も図られていて、乗員90名で運用されているんだ。同じクラスのフリゲート艦と比べてもかなり少ないわね。ああ、
これは近年の少子化などの影響もあって海上自衛隊では慢性的な人員不足に悩まされているからでもあるんだぜ。海上自衛隊では小人員化に加えて女性隊員の登用を進めているものね。そうだな。現在建造を進めている艦内においては大型通常動力潜水艦や、この最上型には女性専用区画を設けているんだ。女性も潜水艦に乗る時代だなんて胸熱だわ。さて、最上型護衛艦は現在、1番艦最上、2番艦熊野、3番艦の城、4番艦三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊ではこれらの乗組員についてはクルー制を採用する予定なんだぜ。クルー制ってマクドナルド的な？ちょっと違って、このクルー制はアメリカ海軍では原子力潜水艦に採用されているものなんだ。ほほう、日本でもやはり人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーはそれぞれ、任務休養訓練を見施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになるんだな。そういうことね。ただし、これを実施するためには同型艦の装備や操作が全て同じでなければならないのであるが、熊野型ではそのことへの配慮がなされており、現段階で後日装備の並走や装備が多くなっているのはそのためなんだぜ。日本はよく考えて潜水艦を運用してるわね。そうだな。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦 LCS フリーダムや、インディペンデンスなどにも見られているんだ。アメリカでも？ああ、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化省人化などによるコスト低減効率化、などへの取り組みを最上型において試しているとの見方もあるしな。ふむふむ。ただ、アメリカ海軍ではこの LCS の固定並走性能の不足から、C 国海軍へ対抗するには不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、またそのユニットが高額なものになり調達価格が高騰したことなどから開発を断念しているんだぜ。アメリカが断念したなら、日本も難しいんじゃないの？だが、日本の場合アメリカ海軍とはその運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があるんだ。今後の最上型 FFM の運用に注目が集まりそうね。ああ、最上型は、海上自衛隊だけでなく、今後の日本の防衛戦略をも見据えたコンセプトが盛り込まれているわけだからな。うんうん、これまでの護衛艦と異なり、機雷船などそれぞれ専用の監視をも受けていた。分野の作業も可能になるように設計されている、いわば、多目的艦なんだぜ。潜水艦の新時代の幕開けでよ。もちろん、掃海艦や掃海艇など、専用艦の建造も行われているが、なかなか難しいし、自衛隊は人員不足に悩まされているのもある。そうよね。だが、その中でも海上自衛隊は、3自衛隊の中では充足率が高い部類に入るわけで、これからはさらに人員を増やすために色々な策を練ってれるはずだ。とりあえず自衛隊のアニメでもやりましょう。日本の少子化は今後も進むと予想され、また成熟国家となった日本が冷戦期のような、経済成長を遂げることは難しくなっているわけだぜ。もう伸びしろがあんまりないわよね。ああ、そのため、今後は低成長の中で、防衛費と人材を確保していくことが求められるわけだから、予算と人材の確保は今後も困難が予想されると考えるべきだろうな。なんだか、暗いエンディングになっちゃったわね。まあ、明るいニュースとしては、北朝鮮 C 国の脅威を受け、防衛費は過去最大の規模へと拡大していることだ。もっともっと防衛費が欲しいわ。ほんとだな。前述した通り、海上自衛隊がその規模を飛躍的に拡大させることは難しいが、その一方で海上自衛隊の任務はますます増加しているんだぜ。C 国の海洋進出は止まる気配もないし、海上戦力も強化されているものね。ああ、こうした中で、日本は世界第6位、C 国の 4.5 倍と言われる広大な排他的経済水域を守っていかなくてはいけないんだ。最近は、アメリカの援助も難しくなってきているしね。アメリカ軍自体が財政難にあえいでいるからな。国防予算もギリギリでやりくりしているらしいし。だからこそ、アメリカ海軍に余剰の戦力が少ない今、日本のことは日本で守っていかなくてはいけないんだぜ。ギリギリの予算と人員をフル活用し、防衛基盤を整備するために建造されたのが最上型なのね。出雲型やイージス艦のような派手さはないが、今後の海上自衛隊を担っていく艦艇になるのは間違いないな。ねえねえ、マリサ。時々自衛隊とアメリカ軍が一緒に訓練してるけど、
共同訓練って報じられる時と共同訓練っていう時があるんだけど、どっちが正しいの？ああ、自衛隊と自衛隊が一緒に訓練するのは、共同訓練。自衛隊と米軍が一緒に訓練するのは、共同訓練というのが正式な呼び方なんだぜ。そうなんだ。読み方が一緒だからややこしいわね。自衛隊同士で訓練するときは同じ組織内で協力し合うんだが、アメリカ軍とは別の組織が共に訓練するから、そういう表現になるんだ。日本とアメリカが同じ資格条件の関係にあることを意味するから、共同という言葉をチョイスするんだぜ。なるほどね。国際関係での立場をはっきりさせようってことね。ああ、じゃあ今回は、そんな自衛隊とアメリカ軍で行われる日米共同訓練について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて自衛隊と米軍が太平洋や東シナ海を含む日本各地で実施している最大規模の共同統合演習、キーンソード23が11月上旬に実施されているな。へえ、知らなかったわ。どんな演習なの？11月10日から19日まで台湾有事などを想定して鹿児島、沖縄両県の離島などで実施されるんだ。今回は豪州とカナダ、英国が艦艇や航空機をそれぞれ派遣し、一部の共同訓練に初参加した。海洋進出を強める中国を牽制する狙いがあると言われてるぜ。イギリス、オーストラリア、カナダなんかも参加してくれるんだ。心強いわね。自衛隊の山崎浩二統合幕僚長とリッキー・ラップ在日米軍司令官は、南西諸島沖に展開する護衛艦出雲で11月14日に共同記者会見を行ってるな。護衛艦出雲の艦上で記者会見するんだ。山崎浩二統合幕僚長は今回の演習の狙いについて、日米同盟のもと、あらゆる事態に即応するための抑止力、対処力をさらに強化し、我が国の防衛及び地域の平和と安定の確保に寄与していきたいと述べてるな。ふむふむ。また、南西諸島を中心に演習が行われていることに関しては、隙のない防衛体制を確立するため、今回の演習を南西地域で行うことは大変、意義があると説明したんだ。やっぱり C 国の海洋進出には要注意よね。リッキー・ラップ在日米軍司令官は豪州、カナダ、英国が参加した意義を問われ、インド太平洋地域の平和と安定を守るという同盟国やパートナーの強いコミットメントを、明確に目に見える形で示すことにつながっていくと語っているな。共同して対処するのは大切よね。今回で16回目となるキーンソード日米共同訓練には、日米合わせて約3万6000人、艦艇約30隻、航空機約270機が参加してるな。16回もやってるんだ。弾道ミサイルへの対処や当初防衛などを想定しているぜ。宇宙サイバー電磁波作戦のほか、F-35 ステルス戦闘機や、高機動ロケット砲システムハイマースなど最新装備の共同運用も確認するぜ。18日には平成28年に自衛隊の駐屯地が設置された与那国島沖縄県与那国町で、初の日米共同訓練が実施される予定だ。陸海空自衛隊と在日米軍が一緒に訓練するのね。どんな訓練なのかな？この演習は、自衛隊とアメリカ軍の双方が即応体制を確認するとともに、部隊を一緒に運用できる能力を高めるというものだ。ふむふむ。演習を行う場所は全国にある自衛隊とアメリカ軍の施設演習場などのほか、演習場ではない鹿児島県の奄美大島や徳之島の海岸などで、自衛隊からはおよそ2万6000人、アメリカ軍からはおよそ1万人が参加するなど、日米が行う演習では最大規模なんだぜ。3万6000人も一緒に訓練するって一大行事ね。沖縄では日米が共同で、部隊間の連絡調整所や補給所、医療拠点を設置する訓練を行うほか、電子戦や実弾射撃の訓練などを行うな。そういうのは有事では重要だよね。このうち沖縄本島で行われる訓練が最も多く、輸送訓練として、アメリカ軍の輸送機が県外から嘉手納基地に自衛隊の対空ミサイルの発射装置を積んだ車両を運ぶんだ。このほか、アメリカ軍の基地で化学兵器などに対応する、自衛隊の専門の部隊が展開して訓練を行うそうだぜ。ふむふむ。今回の演習では初めて与那国島でも訓練が行われるな。自衛隊が県外から機動戦闘車を輸送機を使って空港まで運び、その後坑道を走って駐屯地に運び込む予定だぜ。ヒト6式機動戦闘車は、戦車と同じ火力を持ち高速で走行できるのが特徴で、与那国島の坑道を走るのは初めてだぜ。そういう訓練をしておかないと、いざという時対応できないよね。また陸上自衛隊の八重瀬分屯地と南与座分屯地には地対艦ミサイルの発射機を運び込んでるし、実弾を使った演習としては沖大東島の訓練場で日本側は戦闘機や対戦車ヘリコプター、そして護衛艦が、アメリカ軍は戦闘攻撃機が参加して11月14日まで訓練を行ったな。
いろんな演習をするんだね。今回の演習について防衛省は特定の国を念頭に置いたものではないとしているな。まあ、C国とかいうわけにはいかないもんね。ただ演習の目的の一つとして力による一方的な現状変更の試みは断じて許さないとしていて、訓練を行う場所の一つに尖閣諸島の魚釣島に地形が似た長崎県の五島列島にある島も含めているから、C国が領有権を主張している尖閣諸島の防衛が念頭にあるのは間違いないんだぜ。尖閣諸島に武装漁民でも来たら大変だから、ちゃんと訓練すべきよね。自衛隊の皆さんも大規模演習だと大変だろうけど頑張ってほしいわね。ところで、この起因騒動訓練ってどのくらい費用がかかるの？共同訓練についての費用は公開されていないから、いくらかかるかは不明だぜ。おそらく数十億円から百億円はかかるだろうけど、いろんな経費から支出されるし、ちょっと詳細はわからないな。そうなんだ。ところで、日米共同訓練って他にもたくさんあるの？ああ、起因騒動以外にもいろいろな訓練があるな。アメリカにおける陸上自衛隊と米陸軍との実動訓練があって、これは JRTC ジョイントレディネストレーニングセンターと呼ばれているぜ。アメリカまで出張して訓練するんだ。アメリカのルイジアナ州フォートポルク演習場で行われた、実戦的な大規模訓練だな。建物内の索敵や射撃、拠点の警戒防護など、様々なシチュエーションのもと、アメリカ陸軍と共同で行われた。陸上自衛隊の隊員らが約1ヶ月にわたり参加してるぜ。どんな訓練するのかな？参加した隊員によればこの訓練は、現代戦の特性である、民族紛争や複数国家の対立という複雑なシナリオや複合的な脅威を反映した、極めて実践的な大規模訓練だそうだ。ふむふむ、現地住民がいることを想定した夜間攻撃、化学攻撃への対処、特殊部隊による襲撃対処など、国内では経験することのできない過酷な環境だったらしいな。アメリカ軍のチームと連携しながら粘り強く戦うことで、陸上自衛隊の部隊の成長性を誇示できたことが大きな成果だと語ってるぜ。実戦経験が豊富なアメリカ陸軍からも称賛されるみたいね。陸上自衛隊って。まあ、共同訓練で相手を持ち上げるのはマナーってこともあるけど、いろんな出身の兵士がいるアメリカ陸軍より、陸自隊員は統制が取れてるってことはあるんだぜ。他の共同訓練とかは？日米共同方面大指揮所演習通称山桜ってのがあるな。陸上自衛隊とアメリカ陸軍が、それぞれの指揮系統に従って共同作戦を実施、日米それぞれの演習部隊の作戦を指導するなどし、共同作戦能力の向上や相互に連携を図るんだ。ふむふむ、在日米陸軍のシンボルである富士山の山と、陸上自衛隊のシンボルである桜のそれぞれの頭文字を取っているものなんだけど、1982年から始まり、日米で年2回交互に開かれ、また、全国の陸上自衛隊5個方面隊が持ち回りで実施してるな。へぇ、在日アメリカ陸軍のシンボルが富士山だって意外ね。海上自衛隊では、ノーブルフュージョンというのが2月に実施されてるな。米海兵隊と海軍と海上自衛隊が C 国への対象念頭に、小規模部隊を分散展開させる新たな遠征前方基地作戦を含む共同訓練を、沖縄の宮古海峡付近などで自衛隊と合同で実施してるぜ。米本土拠点の強襲揚陸艦 SX や海兵隊の即応部隊、第11海兵遠征部隊も展開し、米側だけで1万人以上が活動したんだ。航空自衛隊は？7月に空自の戦術技量、日米共同対処能力の向上が目的として、日本海、太平洋、東シナ海上の空域で実施してるぜ。空自から5航空団の F-15 が4機、8航空団の F-2 が8機、9航空団の F-15 が8機。米空軍から F-22 が12機、F-35A が4機、F-15C が13機、E-3 や KC-135、B-8 が参加したな。各自衛隊と米軍がいろんな共同訓練をしてるのね。ああ、同盟国だからな。特に最近は共同訓練の種類や回数も増えてきており、自衛隊と米軍の連携も取れてきているんだぜ。一緒に訓練するときって、やっぱり英語でするのかな？さすがに日本語でやることは難しいから、英語でコミュニケーションを取るしかないな。自衛隊の人って英語は得意なの？全員が話せるわけじゃないけど、英語教育には力を入れているな。幹部はもちろんだけど、総クラスにも初級英語課程があったりするんだぜ。ふむふむ、高級幹部になるための登竜門である式幕僚課程に入校するためには、英語はとても重要だしな。ちなみに自衛隊の語学教育にはロシア語や C 国語、朝鮮語なんかもあるんだぜ。仮想敵国の言葉も習うのね。まあ、そういう教育も必要ってことだ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。